クラッシュコースターはウォルトディズニースタジオパークにあるアトラクション。クラッシュコースターは映画ファインディングにもをモチーフにしたコースタータイプのアトラクション。ゲストはウミガメの甲羅の形をした4人乗りのライドに乗り、海中を模した空間内のレールを高速で進む。映画ファインディングにもの中で主人公にもがウミガメのクラッシュたちと速い海流に乗って旅するシーンを 主なモチーフとしている。水中にいる感覚をリアルに出すため、映像投影等に関して、新技術が駆使されている。コースターとしては、コースもシビアで、ライド自体も微妙に回転するため、スリル感は高い。コースの大半は屋内だが、一部屋外に出る箇所がある。オープン当初は、故障がしばしば発生した上に、ファストパスが導入されていなかったため、 平日でも3時間待ちといった状況だった。2008年夏、試験的にファストパスが導入されたが、ライトの定員が少なく回転が悪いなどの事情により、現在はスタンバイのみとなっている。他のディズニーパークで導入の計画は発表されていない。ディズニー映画ファインディングにもをテーマにした他のアトラクション。ありがとうございます。